日本大学日本大学法学部、大学院法学研究科及び新聞学研究科、日本大学法学部1号館、日本大学法学部本館前にある、山田昭義教造日本大学法学部は、法律学科、政治経済学科、新聞学科、経営法学科、公共政策学科の5学科を要し、教育、研究する日本大学の学部である。また、 日本大学大学院法学研究科、大学院新聞学研究科は法学や新聞学の理論及び応用を教育、研究する大学院の研究科である。略称として、秘宝が用いられる。過去には司法に限られた活動領域に多数、現在まで経済界、放送界、政界などの分野と、 これ以外にも多方面の業界に数多くの卒業生を輩出している。日本大学の前身は日本法律学校を始まりとしており、法学部本館前には象徴として近代法の祖であり、日本大学の学祖でもある山田明義の教像が校内に建立されている。また校門は法学部独自の特色として桜門が置かれている。日本大学法学部は、 東京都千代田区神田岬崎町の神田岬崎町キャンパスに所在し、JR 水道橋駅から徒歩2から5分程度の場所にある。同キャンパス内には、日本大学法科大学院、日本大学経済学部も所在しており、かつては通信教育部も所在していた。また、キャンパスの周囲には、学生街の神田岬崎町、古本の町として知られる神保町、 東京ドームなどがある典型的な都市型キャンパスである。他学部と連携した相互履修制度がある。法律学科では2014年4月の1年次、入学者より長期履修学生制度を導入することとした。対象者は日本大学法学部法律学科に入学した学生である。以下は法学部の大学院研究科及び法学部のキャンパス内に設置している。 大学院独立研究科である、大宮グラウンドへと続く通路。キャンパスは、東京都千代田区神田岬町の日本大学神田岬町キャンパスに位置する。また、埼玉県埼玉市見沼区東新井には、大宮グラウンドがある。全学年神田岬町キャンパスで学習するが、体育実技科目の一部は、大宮グラウンドで開講される。一部を除いた、 体育実技科目とすべての通常授業が実施される。アクセス体育実技科目の一部が実施される。アクセス通常授業は実施されない。構成施設であり、ゼミナールやサークルの合宿に利用される。アクセス制改ざ会改会,会学会放送会その他、実際の開講は1911年から。日本大学百年史、第3巻、444から445ページ。 長期離修学生制度導入のお知らせ。ありがとうございます。